皆さんこんにちは、梅田信之と申します。ご視聴ありがとうございます。今回は、僕ね、実は今回のお話ずっと前からやりたかったんですが、少しねタイミングを見ておりまして、いつやろうかなと思ってました。はっと思ったんですが、僕いつも動画の中でね、そんなね、あのちょうどいいタイミングなんて全てね整って、はいどうぞみたいなタイミングなんてないんですよみたいなことをね、いつも偉そうに言ってるんですが、自分がねこの今回の企画いつやろうかなタイミングをね見計らってたことに、この間ねふと気づきまして、そんなタイミングはないんですよ、やるなら今でしょって自分で自分に言いました。なので今日ねもうすぐやりたいと思います。サムネイルにも、ありました、タイトルにもありましたが、藤井風さんのへでもねえよって曲があります。この曲は、ヘルプエバーヘルプネバー彼の、デビューのねファーストアルバムが出た後ですね、ちょうどだからその武道館ライブをした日かな、武道館ライブ当日に青春病と一緒に同時リリースっていう形で、青春病とこのへでもねえよという曲が同時リリース、まあ2つ目新曲としてデジタルリリースがされた曲です。もう去年のね話ですが、このね、まあ、青春病も一度ね動画にしましたが、まあ、あの曲もね本当アートです。あの曲はパッと聴いた瞬間、まあ、ポップスって感じかもしれませんが、まあ、あの曲もあの途中からも歌詞がねもうアーティスティックになっちゃって、もうどこまでいくか分かんないような、もうあの彼もねよく言ってます、メロディーが決まってから歌詞をね入れる、その時に降りてくるとよく言うんですよね、降りてくるって表現しますが、まあ僕らからしたらちんぷんかんぷんな話なんですが、あの降りてくる時に自分でなあの分かる言葉と自分じゃ分かんない言葉とあるみたいなんですね。このまあ若干彼も20、まあ、言っても23歳なんで、まあそうね、人生経験、まあ、まあ彼ちょっと、ね、普通じゃないですが、もう人生2回目のようなね男ですが、まあ分かんない言葉もあるらしいんですね。これどういう意味かなって思いながら一応書くと、メロディーに乗せて歌ってるということもね聞いたことあります。青春病に関しても、まあ、そんな部分がね何箇所かありましたよね。アーティスティックななんかわーっとなっちゃう、うん、でこの、今回ちょっとお話ししたいへでもねえよって曲も、これもまさにもうアート、もう芸術のような、芸術作品のような一曲です。僕最初に聞いた時にもうちょっと曲調がねコロッと変わるんですよ。コロコロッと変わったりする、まあ彼のね特有のなんかこうロックみたいな部分もあったり、ジャズになったりクラシックになったりなんかいろいろなんですが、この曲はまさにプロモーションビデオも、まあ、今回プロモーションビデオも概要欄に貼り付けておきますが、プロモーションビデオもめちゃめちゃかっこいいです。これはなかなかこういうね曲ないです。で、へでもねえよって曲があるんだけど、いい曲なんだけど聴いてみないって言われたら、へでもねえよ、ひらがなでへでもねえよって見たら、あちょっと私そういうのはいいわって思う方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですよね。の藤井風っていう男をね知ってる方はもう分かると思うんですが、そういう情報なくね、へでもねえよっていう曲を聞いてみませんかって言われたら、そんな時間はないです私っていうふうにちょっとお断りするかもしれないんですが、とんでもない、へでもねえよっていう曲はちょっとね僕のレベルで、僕の分かる範囲で解説を今からねしますが、これは本当にね皆さんのお守りになる曲だし、まあ、あるフレーズね、これは皆さん本当にねインストールしてほしいです。今日僕のこの動画ここまでね見て、あそうちょっと聞いてみようかしら、あなたの話聞いてみようかしらって方はぜひ最後まで見ていただいて、明日からねあなたのお守りになるような曲です。これちょっとね、なぜ僕この話を今まで渋ってたのかよくわかんないんですが、今回はねへでもねえよ、この曲は素晴らしい曲です。ちょっとお話ししたいと思うんで、よろしかったら最後までよろしくお願いします。はい、音楽をね流すってことはできないんですが、まず最初イントロですね、
イントロが、まあ、PV 見てもらったら分かるんですが、ちょっとねこんな感じでちょっと面白い、あの時代劇のようなねスタートするんですよね。でもう本当男って感じの尺八で始まるんですよね。尺八の音みたいなのでふわーって始まるんですよね。あのジャパンな感じで始まるんですが、まあ途中からガッとね曲調が変わっていきます。で、歌詞をね一個ずつ見ていくと、もう本当にアーティスティックなんですが、まずね最初ちょっと出しますね。歌詞はね出します。野菜ばっかの生活しょんのに出ました。岡山弁です。バリバリの岡山弁。これ僕ねあの前にも言ったことあるんですが、僕小学校3年生から、6年間四国の高松、だから岡山のね海あたって真向かいです、香川県に、6年間住んでたことがあります。で、僕その時ね幼少時で東京で10年を過ごした後の高松だったんで、もうあのびっくりして、言葉がまさにだから藤井風さんが喋ってるあの言葉です。岡山も、香川県もほぼ言葉は一緒なんで、彼のね方言聞いてると懐かしいんですよね。だから今でも僕四国の友達と話す時は、元気しょったんかみたいな、今何しょるんやっていう感じで話すんですよね、まあ、自然とこうねカチッとこうスイッチが入るんですが、まあそんなどうでもいいんですが、野菜ばっかの生活しょんのに腹が立つことちょっくらあんのは、これねあの彼は有名ですがベジタリアンなんで、まあ、こういうね歌詞になったと思うんですが、腹が立つことちょっくらあんのはカルシウムしと不足しとんじゃは踊れ。この踊れっていうのは方言です。これ方言で、ちょっとねあの乱暴な言葉、貴様みたいなねレベル、ちょっと怒ってる時にお前貴様っていう時の言葉が踊れ。野菜ばっかの生活しょんのに腹が立つことちょっくらあんのはカルシウムちと不足しとんじゃは踊れ。でもねこれ踊れっていうのは多分これ自分に言ってるんですよね。イライラしてる自分に踊れって言ってると僕は解釈しました。それからですね次、つつましやかに生きていきょんのに、まあ、生きているのにって意味ですね。いつもなんかが邪魔をするんじゃわ、ね、こんな時は人目もはばからずに踊れ。なんかちょっとやっぱねネガティブ、藤井風らしからぬネガティブね、ネガティブな歌詞だと。まあどうしてもねイライラする、人間ですからイライラすることはある。それもまあね、わしはベジタリアンなのに野菜ばっかりなのにイライラする、カルシウムが不足しとんかな、ね、何かが邪魔すると、ね、そういうちょっとネガティブな自分にイラついてるようなね歌詞、まあ、これでも結局多分自分ですよね、対自分、誰かのせいとかじゃなくて自分に対して言ってる感じだと思います。ネガティブ感情ね。そんな時ここからコロッと変わります。曲調が優しい曲調に変わってこう、ね、歌詞を出しますね。かと思いきや正反対、平凡な新世界、平凡、願うはここへずっといたい、もう限界、神様力をちょうだい、あんたがいればもう満体。これ一回中国語入ります。まあ問題なしってことね、もう満体。変わらぬものにしがみついていたい。これね、変わらぬものっていうのはきっとだからその、まあ、彼が信じてるものでしょうね、まあ、神なのか何か分かりませんが、まあ、彼が信じてるもののことを指していると思います。ネガティブな感情っていうのを、まあ、切り離すみたいなことでしょうね。でね、ここから僕ね、この歌詞ね見た時ね、本当まさに今の時代を象徴したような、もう多分これはね僕そういえばその DVD ね、あ DVD じゃない、ごめんなさい、ブルーレイを見た時に彼がね、まあ、ちょっとこれネタバレみたいになっちゃうんで全部は言いませんが、最後にね最後の曲を前に MC をするんですよ。そこで
彼がね、もうなんて言っていいか分かんない、もうね、あの23歳の青年に戻ってたんですけど、もうなんて言おうかなってなってた時にポロッと出た言葉が、わしもちょっと前回の動画でもちょっと言ったんですが、わしもあのもがいてると、いつももがいて、これからももがいていくと思いますと、いろいろね、あのそんなイライラしたりっていう感情も皆さん当然普段あると思います。でも今日は幸せな気分で帰ってくれたら僕は嬉しいですみたいな話を、そんなに類のね話をして、最後の曲に入るんですが、僕あれ見た時に、あのあ自分がね、この YouTube のことですが、この YouTube チャンネルのこと、あ僕やってたこと間違ってなかったなってちょっと思いました、どういうことかというと、僕ねいつもそう藤井風さんの曲はこれからの時代ね、あのすごくマッチしたフレーズがたくさんあります。これあのすごくね、あのこう例えばあの高圧的な人とか、あのそういう今時代にねついていけてない人たち、あのすごく攻撃してくるような人たちもね、あのみんなにね、あの好きなことを見つけて、あの穏やかに乗り越えていきましょうねみたいなことをいつも言ってるじゃないですか。もう本当にあの同じようなね話をしてくれたんで、あよかった、あの自分の解釈は間違ってなかった、全然違うこと言ったらね彼にも失礼なんで、あ大丈夫、あの大丈夫だったなってそのブルーレイ見た時に思いました。この辺の話も踏まえると、次のねこのヘでもねのこの歌詞、ここ出しますが、これ全部ねあのキックパンチブロー、ヘでもねえよバカじゃねえよ、ね、であの次があんたの軽いディス、まあ、ディスるとか言いますよね、ディス、あんたの軽いヘイト、あんたの軽いマウント、ヘでもねえよそれでええの、これそれでええのっていうのは攻撃してくる人に対してですよね、そんなんでええんですかという意味だと思うんですが、これねこれも素晴らしいと思うんですね思いつきそうで思いつかないし、もう結構ダイレクトなんですよね、まあ、要はその攻撃してくる人に対して、へでもねえよっていう言葉で回避する、あの戦っちゃダメなんですよね。何でもそうです、ビジネスにしても何でしてもそうなんですが、バッと来た時に同じように返しちゃうと、自分にとってマイナスなんですよね。前にも脳は騙せるっていう話しましたが、脳みそっていうのは逆にね、僕がわって言われた時に同じようにうわって返すと、脳はね主語認識できないんですよ。なので言われたこともダメージだし、僕が相手に言った言葉も自分にもダメージが来るんですよね。なので非常にメンタルとしては良くないんですよ。なのでできれば言葉に発しない方がいいんです。人の悪口とか、その責めるような言葉っていうのは胸の奥でしまっとかないといけないんです。言葉に出したことで脳みそは勘違いします。自分にクソって言ったと思ってダメージを受けるんですね。なので僕はいつもこうします。どうしてもねクソって思ったら言ってしまう時もあります。あってね、その時は最後になんちゃってってつけてください。クソって言った後はなんちゃってって言うと、脳があ冗談かと、これね本当に効果があるんで、明日からやってみてほしいんですが、どうしても言っちゃった時いけないと思うけど、もう私だってもうね頑張ってるのにそのまま言われていらっあ言ってしまった時はなんちゃってで返してください。脳にダメージゼロです。でそれからこのねへでもねえよ、これね僕ね藤井風スタッフの皆さんに届けばいいんですが、へでもねえよお守りみたいなの作ってほしいです。みんな買えますよ、へでもねえよっていうお守り。これねこれ素晴らしいと思います。このなんちゃって言っちゃった時はなんちゃってって返してください。でへでもねえよっていうのは言われてる途中渦中の時に、ああもう分かってるんです私、今からやろうとしてるのに、なんでいつもそうやってね言うんですかっていうことがあるとした時に、へでもねえよと、それぐらい、ここまさにほんとかでもディス、あんたの軽いディス、あんたの軽いヘイト、あんたの軽いマウントでもはっきり書いてますから、マウント取ってきてね、いるでしょポジションをトークする人も、へでもねえよと、そんぐらい、へでもねえよバカじゃねえよってもう心の中で言ってください。これは
そらく脳にダメージはないと思います。これ藤井風さんね、よく作ったと思いますこの曲。もう本当にもうね、拍手したい。これはもうアーティスティックですこの曲、すごい。でプロモーションビデオもちゃんとかっこいいんですよね。こんな言葉で あんだけかっこよく仕上げて、しかもねこのなんていうかな、このネガティブな感情からさよならできる言葉、このへでもねよっていうフレーズは本当最強だと思います。こんなにねベタ褒めするとね、なんかちょっとあれですが、本当にすごい。信じるものがあればいいんです。攻撃されてもへでもねよ、この言葉一発で全部ぶっ飛びます。もし言っちゃった場合はさっきも言いましたが、なんちゃって必ずつけてください。そうするとあなたのダメージはゼロです。そして、まあね、どうしても顔も見たくないような人だったらね、もう顔見たらイライラしますけど、まあ、言われたことされたことに関してはなるべくね、もうすぐさよならね、過去にしましょう。すぐにね、過去は生ゴミですから関係ないです。もうどん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 ね、自分でそうやって攻撃してくるものに対してね、回避していく、自分の機嫌は自分で取るようにしていきましょう。まあ、そんな意味ではこの曲ね、本当にね、救いのようなお守りのような曲です。今日からね、ここの僕もあなたの味方です。僕のね YouTube チャンネル登録まだね192、3人ですから、ね、皆さんもあなたの味方です。だからまあ200人ぐらいの方があなたの味方なんで、何かあったってね、なんちゃってと手でもねで乗り越えましょう。きっと世の中は良くなります。大丈夫です。まあちょっとね、これ全部の歌詞を全部解説してると僕ちょっと2時間ぐらい喋りそうなんで、この辺でちょっとね歌詞の紹介は終わりたいと思いますが、このねへでもねよ、これねちょっと今の話を踏まえた上でこの動画の後にプロモーションビデオ見てみてください。プロモーションビデオは本当にかっこいいです。ね、彼多分ね映画とかドラマのオファーかなり来てると思うんですよね。まあマネージャーさんがね方なんでちょっと仕事選ぶと思うんですが、今回へでもねよ、これね本当にアート芸術作品だと思います。彼の青春病と同じぐらいね、かなりクオリティ高いと思います。これからの時代を生き延びていくために、サバイブしていくためにはこのね「へでもねえよ」というフレーズ、非常に、重要必要なフレーズになっていると思います。これからもねとてつもないね才能、それからもう無限の可能性をね、感じる藤井風という男ね、見逃せません。本当に要チェックしたいと思っております。これからもね、ファッション音楽、それから、皆さんね、これからの時代自分の機嫌を取りながらうまく平常に、穏やかに心地よく生きていけるように、お役に立つようなお話をしたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。共感していただける方がいらっしゃいましたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、さよなら。